はい、一応3時間ぐらい釣ったんですけど、やっぱりいつもよりはちょっと、まあ、テストほとんどなんで、なんか最後ラスト30分ちょっと真剣にやってみたんですけど、まあ、前回よりは全然まあ、活性が良くないですね。やっぱりなんか今丸山さんに聞いたら、やっぱりそのゴールデンウィーク叩かれたっていうのもあると思うって言ってました。ただ魚はいっぱい入ってるみたいです。確かに足元の回遊はめちゃくちゃ多いですね。はい、だから多分足元サスペンドやれば釣れると思うんですけど、ちょっと沖の方はいまいちって感じかなって感じします。で、あれですね、ちょっと晴れすぎ、直射日光が強いんでちょっと厳しいですね、やっぱりこうなると。ただね、ボトムでもないみたいなんですよね、やってて。沖の方はもうちょっとやっていきたいと思います。はい。